さあ、ラジオもどきやっていきましょう。ですね、本当のテーマは、ソシャゲ重課金やめる方法という感じの話してたんですけど、自分で喋ってて、これお前どうしたんだって言われそうだなって思ったんで、中止で。いやー、めっちゃ真面目な話になっちまってな、もう、ソシャゲ撲滅委員会かよ、お前みたいな。いや、ソシャゲやってますけど、はい。みたいな感じになったんで、まあ、それは置いといてですね。何の話しましょうかね。そうですね。アームズ健康法の話もしましょうか。コピー機の話もしようと思ったんだけどね、これね。うん。まあ、それは置いといて。アームズ健康法。うん。季節がなんか変わり目でもないですよね、最近。普通に寒い。しかしなんか、とてつもなく寒い。そんな感じの最近ですが。まあ、それゆえに、暖房が入ってる空間、あったかい空間、そして、なんだろうね、全く効いてない空間ってあると思うんですよ。うん、そうですね。例えばどんなんだろうね、吉野家とか。いや、吉野家の風評被害だろう。まあ、例えばですけど、飲食店とかって割と暖房きっちりしてんのかな。でもそこら辺を意識するからこそ、そこまできつい暖房はかけてないと思うんですけど、まあ要するにですね、急激な温度変化で頭痛が起こったりとか、まあちょっと体調が悪くなってしまったりとか、あとこたつにこもった結果なんか姿勢が悪くなったとかで調子が悪くなることってあると思うんです。実際最近私とても悪くてですね、うん、首とかが痛くてな、うん、なんだろうね、もうこのね、うん、頭の中いろいろ最近ごちゃごちゃしてましてね、うん、さっきのソシャゲ反省会みたいなそういうことも含めてなんかすげえ反省することが多くて、なんかついに脳細胞が活性化して頭の体重が増えた結果首がもう耐えきれなくなった、そうサザエさんチックな状態の、うん、なんか顔面バランスになっちゃったのかなと一瞬警戒しましたが、どうにもねやっぱり寒いからなんか動かなくなるとかそういう原因みたいですね。アームズを最近またプレイしまして、すると翌日元気だったんですよ。めっちゃ腕振るの。良い子は真似してダメだぞ。ジョイコン、うん、握ってやるんですよ。私はいいね持ちって言うんですけど、実際のなんかボクシングのスタイルでやるんですけど、うん、あれでクソ真面目にジャブとストレートやってるんですよ。うん、しんどい普通このノックするぐらいでいいんですよ。ノックするぐらいでパンチは出ます。むしろそんだけ腕振るなって話なんですけど、危ないから。でちゃんとあれですよ、ストラップつけて腕に巻きつけてプレイしようね。うん、ほんとね、そんだけ大真面目にやってたら肩こりとかがちょっと翌日は軽減されて元気なんですよ。今声の音も元気だと思うんですよ。うん、肉体的には元気なんですよ。精神的には疲労してるなんか割り切って今年は今年終わったぐらいの気持ちでやりますって言ってましたが、まあそんなこと言ってるあたりなんかものすごく反省点があったんでしょうな。でもやっぱあれですよ、心から体に来ることもあれば体から心に来ることもあると思うんですよ。どこぞのなんか本で筋トレをすれば人生がうまくいくみたいな感じもあったと思うんですけど、それと同じかもしれません。うん、なんでこの部屋の中といえど意外と侮れないような気がします。うん、アームズね。ただアームズはね、その自分でやってても分かったんですけど、これね、ボクシングってやっぱ、まあ言ってしまえば殴り合いのゲームですよ。腕が伸びるとかね、ボヨヨンとか言いながらも、なので、うん、もう明確な勝ちか負けかの世界なんですよ。うん、なんでやっぱ負けてしまうとこう温まるし、そしてその横に人がいたりとかね、例えばネットでチャットしながらとか、うん、しようものなら、もうそこで明確な、もう本当明確な勝ちと負けがあるので、それによってはね、まあ例えばその、あんまり褒められたことではないですが、スプラトゥーンのような、こう、他のチームメンバーとの相性、連携がうまくいかなかったみたいな、外の要因もないんですよ。もう自己責任で、かつ、その、ビッタンビッタンダウンしますから、もう本当ボコボコにされてるみたいな、精神的に来るんですよ。うん、という点であんまりちょっとその売り上げいいんですけど、あんまりユーザーがそんなに根付いてないような気もしないでもないと思うんですよ。パーティーマッチっていうか、そのバスケットみたいなスポーツ的ルールのあるルールでは結構いっぱいいるなと思うんですけど、ランクマッチっていうんですかね、いわゆるガチマッチ、
お前の強さは階級1だみたいな、そういうことを決めるルールにおいてはちょっとマッチングが遅かったりするかなと、最初の頃に比べると。うん、ですがね、やっぱりもうその辺もう諦めて、もうそう、それさえもスポーツとして楽しめば案外遊べるなと。まあ私アームズ3回ぐらいアンインストールしたんで、もうほんと悔しくて、もうアームズでもうこうなんていうの、負けて悔しい、もう恥ずかしい、ごめんって言ったのもう初めてなぐらいで、でも逆にそこで認めたからこそなんか今気持ちよくできてるかなっていうところはあるのかなと。そして体まで健康になってしまったと。うん、そこら辺大事なのかなっていう、折れるというかいい意味で折ったというか、うん、そういうのって大事なんじゃないかなという気はしますね。まあ変に諦めると、そのなんて言うんでしょうね、そのガチの世界から見れば捨てたと、まあ甘えたと、まあ捉えられる可能性はありますが、言うてまあ残念ながら世間一般的にはまだゲームはゲームですからね、あまりその温まっても仕方ない。うん、温まるのは体だけにして健康になることを考えるべきなんですね。はい、というわけで、まああのあれですよ、アームズ持ってて最近やってねえわって方、試しに復帰してみてはいかがでしょうか。健康になるぜ、いいね持ちは。ただなんか強い人はみんなスティックでやってるらしいぞ。悲しいけどね。でもいいね持ちでもなんか、うん、別に特になんか問題があるとかそういうわけではない。なんかあの無線の接続状況でちょっとパンチが出にくいとかはあるかもしれませんが、それぐらいですかね。うん、いや私アームズマジでやりすぎてね、左手薬指に豆できちゃったんだよね。うん、さっき言ってたガチでジャブあのストレート出してますっていうのが間違いじゃないっていう、どんだけ強く握りしめてんだろうね。はい、まあそんな熱いアームズ、そう試しに復帰してみてはいかがか。なんだっけね、30万ぐらい売れたんだっけ。まあ言うてバカ売れですよ、バカ売れの割には人がいないってよくわかんねえ状態でしたね。うん、まあもしも眠らせている方がいましたら、ぜひとも復帰を。そしてなんかイラッとしたらアンインストールをして、でなんかこうなんか今ならいける気がするみたいな感じでまたインストールを繰り返せば、いつの間にか多分馴染みます。はい、そういうのでもいいと思うんです、仕方ない。うん、あの怠慢で戦うゲームってそういうもんだと思う。うん、なのでまああれっすよ、一回ダメだったとしてもなんか二度三度ね味わえば意外と悪くないみたいな、そういうのもあるんです、多分。これは何気にアームズで初めて味わった経験でしてね。うん、よくそのまあ無理だと感じたものはすぐにこうなんかなんだろうね、加湿器くんのチャポンって音やめろ。めっちゃ気になるわ。ちょっとまああれっすよ、そういうパターンもあると。無理してねきついことやる必要もないんですが、まあいろいろあるじゃないですか、やりたいけどきついみたいな。ああ、まるでソシャゲの課金のようだ。うん、なんか周回めんどくせえけどなんかちょっと好きなキャラがいるからみたいな、そういう感じですね。それももしかしたら続けていいのかもしれないし、潔くやめてもいいのかもしれない。どっちか分かんないですね、こうしてみると。うん、必ずしも課金すべてが後悔に終わるとは限らないんですよ。そう、途中で思い切ってアンインストールをしたとしても、そこに残るのは課金をした後悔ではないのかもしれない。名誉ある卒業かもしれない。うん、まあ結論は一つではないということですね。なんだろうね、アームズ健康法とは思えないなんか話になってきたところで、逃げるかのように終わります。ありがとうございました。